はい、皆さんこんにちは。今日はですね、サキチューブニュースということで、今日の内容はですね、ちょっと昨日、ニュースに上がりましたキリンビールの価格改定についてお話ししていきたいと思います。キリンビールはですね、5月16日ですね、国産ウイスキーや、輸入洋酒の計32品を、9月1日の納品から、値上げすることを発表しました。で、国産ウイスキーは、全、種類のが対象で、輸入洋酒は約5割が対象になっていて、で値上げ幅が、8% から 37% になると、発表しております。で、まあ、なぜ、値上げが行われるかと言いますと、まあ、輸送費とか、原材料費の高騰が主な原因らしくて、まあ、キリンビールに、よりますと、ブランドオーナー、つまり輸入先の引き渡し価格が変更になったっていうことが、主な原因のようです。で、具体的な商品名は、国産ウイスキー、キリンウイスキーリック、輸入用紙のホワイトホース、ファインオールドなどが値上げの対象になっています。でただし、各商品ですね、具体的な値上げ幅についてはまだ明らかにされていないんですけど、まあ、特にこのホワイトホース、ファインオールドの値上げは、まあ、去年ですね、2023年4月以来1年5ヶ月ぶりということなので、まあまあ皆さんもご存知の通り、まあ、近年の、ね、世界的、経済状況や、まあ、物流の変動で、まあ、さざまあね、いろんな、お酒の会社の商品の価格がかなり変動してるっていうことなので、今発表ある以外も、今年、まあ、来年にかけて、まだまだお酒の値幅があるんじゃないかなって今予想しています。まあ皆さん、家でね、普段飲んでるお酒とかがこれからどんどん値上げする可能性がありますので、値上げする前に、ストックで買っておくのもいいかなっていうふうに思います。はい、ということで今日は、お酒の、価格、キリンビールの価格改定についてでした。ご視聴ありがとうございました。